やりすぎ都市伝説2016夏でオリラジのあちゃんが語った都市伝説、今では倒産寸前とまで言われているシャープ。しかしシャープが全盛期を迎えていたかつて、この会社には世界に誇る天才日本人がいた。その日本人というのが佐々木忠。今現在天才経営者としてその地位を確立している孫正義やスティーブ・ジョブズも佐々木忠から影響を受けたと言われている。佐々木忠の天才っぷりを語る上で外せない話がある。それがマンゴー。そう、フルーツのマンゴーである。日本には今では一般家庭にも普及している馴染みの深いフルーツであるマンゴー。そしてマンゴーと聞くとあなたは上の画像のマンゴーを想像するだろう。しかしこのマンゴー、実は世界的に広く知られているマンゴーとは違うのだ。世界的に知られているマンゴーは下の画像のマンゴーである。日本で知られているマンゴーというのは世界的にはアップルマンゴーと呼ばれる品種のものであり、世界基準のマンゴーとは少し違うのだ。しかしそんなマンゴーが一体佐々木忠と何の関係があるのかと思うかもしれないが、日本で広く知られているアップルマンゴー、実は佐々木忠が品種改良して最初に作ったもので、しかも企業に属し品種改良の末に生み出したわけではなく、高校時代に卒業制作の過程で生み出したというのだ。もうこの時点で半端ない天才なのはわかるが、彼の天才っぷりはもちろんそんなことだけではない。上述した通り、佐々木忠はシャープに入社することになるが、彼は最終的にシャープの副社長の座にまで上り詰める。もちろん彼の多大な功績によるものなのだが、その功績の一つに、彼が世界で初めて作ったあるものがある。今では知らない人がいない。そのあるものとはなんと、電卓。え、電卓？そんなの簡単に作れそうじゃん、と感じるかもしれないが、当時からすれば、これはものすごいことなのだ。その当時の電卓の画像を見ていただければわかるだろう。当時は、こんなバカで開業業しいものを使って計算していたのだ。このバカでかい計算機をコンパクトにし、電卓として開発したのが佐々木忠である。当然周りの人間はそんなことできるはずもないと佐々木忠をバカにし、当時の佐々木忠のあだ名がほら吹き佐々木だったと言われている。しかしそんな周りの声を跳ねのけ、佐々木は世界で初めて電卓を作ってしまったのだ。そしてさらに佐々木忠にはこんな都市伝説じみた話がある。電卓を完成させた後、佐々木はシャープの副社長に。そんなある日、佐々木の元に20歳の若者が訪ねてきた。その若者は、自分には素晴らしいアイデアがある。しかし、他の会社ではそのアイデアが斬新すぎて門前払いを受けて話を聞いてもらえない、と佐々木に話した。その若者のアイデアというのが、今で言う電子翻訳機。今ではそれこそスマホのアプリなんかでも利用できるほど一般的となっているが、当時はまだまだ未発達の分野。当然世間一般では受け入れられるわけもない奇てれつなアイデアである。しかし佐々木はそのアイデアとその若者の先見の明に可能性を感じ、なんとたかだか20歳の若者に当時の価値で1億円をポンと出してしまったのだ。こうして佐々木はまたまた世界で初めての電子翻訳機を作ることになる。さて事実は小説よりもきなりとはよく言ったもので、その1億円を手にした20歳の若者がその後どうなったか。彼は佐々木忠から受け取った1億円を元手に会社を起こし、現在ソフトバンクという名の会社のトップを務めている。そう、電子翻訳機のアイデアを佐々木に提供し、1億のお金を手にした若者とは孫正義のことなのだ。これだけでもすごい話なのだが、彼が影響を与えたのは孫正義だけではない。世界的経営者といってまず名前が挙がる人物、そう、スティーブ・ジョブズ。彼も佐々木忠に影響を受けたと言われている。当時電子翻訳機という革新的な発明をした佐々木にスティーブ・ジョブズは熱心に会いたがっていたと言われ、それが後に叶うことになる。そしてこの際
スティーブ・ジョブズが、あなたのそのアイデアの原点は何ですか？と尋ねた。そこで佐々木は、私のアイデアのルーツは、アップルマンゴーですと答えた。アップルとマンゴーという、南のフルーツと北のフルーツ、この一見対極にあるとも思えるものを組み合わせることで、イノベーションが起きるのだと、この発言に感銘を受け、スティーブ・ジョブスが後に開発したのが iPod である。この iPod は Apple 社の製品にもかかわらず、Windows でも利用することができる。これは Apple と Microsoft というライバル関係、対極にあるものの組み合わせをすることにより、空前の大ヒット商品となったのだ。さて、そんな佐々木忠だが、今現在はというと、なんと、彼は現在も生きている。その年、なんと101歳。これだけでもすごいのだが、彼はとある取材を受けた際、今の夢について聞かれこう答えたと言われている。私の夢は120歳まで生きることです。そして、その方法と理論は、僕の頭の中にすでにある。ほら吹き、佐々木。と揶揄されながらも、その無理難題を何度も乗り越えてきた佐々木忠。もしかしたら本当に120歳まで生きるのかもしれない。さて、ここで少し、佐々木忠が影響を与えたと言われている孫正義について少し追記したい。彼は20歳の時に佐々木忠を訪ね、そのアイデアと器量で1億円というお金を手にし、後に大成功を収めるが、実は、彼のぶっ飛んだ行動はこれが最初ではなく、それ以前にも、このエピソードに勝らずとも劣らない強烈な逸話を持っているのだ。それは孫正義が18歳の時、高校生の頃のこと。かねてからお金持ちになりたい、成功者になりたいと思っていた孫正義。しかし、当時の彼はただの一高校生。お金もなければ、飛び抜けたアイデアを出すほどの知識もない。そんな自分が成功するには、成功者から話を聞くしかないと、孫正義は考えた。そこで孫正義は、その当時、日本でもトップクラスの成功者として、富と名声を得ていたある人物に会いに行くことに、もちろん、アポなしの突撃隣の晩御飯である。しかし、そんな無茶苦茶な行動のただの高校生に対して、その人物は、自分が考える未来予想図を出し惜しみすることなく、アドバイスを送ったのだ。そして、その人物から受けた少しのアドバイスととてつもない行動力をもとに、孫正義は、アメリカに留学することを決意。後に通信事業で爆発的な成功を収めることになる。一体、孫正義はその人物からどんなアドバイスを受けたのか？そして、その成功者とは一体誰なのか？第2回に続く。